どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日もですね、うんこみたいなデッキをね、ご紹介していきたいと思います。皆さんは闇のゲームというスキルご存知でしょうか。気持ちいいぜさんの、スキルなんですけども、闇のゲームっていう、これ結構今強くて、お互いのプレイヤーはそれぞれ自分のターンの終了時に自分の墓地のカードの枚数かける100ライフポイントを失うよっていうスキルなんですよ。だからまあ墓地がいっぱいあるとどんどんバーンダメージ食らうっていうスキルなんですけども、このバーンスキルがすげえ強くて、意外と今やっぱ墓地超えるからね、いろんな、まあ知らぬにとかもそうだし、まあ大体どのデッキも墓地使わないってことはないんじゃないので、だからまあこの闇のゲームのバーンといろいろ組み合わせることで、まあ結構いろいろできることがあるんですけども、今日はですね、闇のゲーム召喚獣っていう、デッキですね。いわゆるまあちょっとテンプレ構築とはちょっと若干異なるんですけども、私のデッキ何がしていいかっていうと、まず相手の墓地をまあウォームアームとかで肥やしましてですね、でバーンダメージを稼ぐと。で自分はなんとかそのカイトロイドとかクリボールでライフを守って、で自分だけはライフを守り、相手だけバーンダメージを与えながら、こう徐々にじり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 とね、チク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 とライフを削り、で、まあ、ラバゴとかも使ってね、ライフを削りながら最終的にプルカス出して殴るっていうゴミみたいな戦術をね、使っていきたいと思っております。まあいろんな相性いいカードあるんですけど、やっぱねメガロイドシティ強いね。メガロイドシティでウォームワームをぶち割って勝ち割って、カイトロイド持ってきながら相手のデッキ3枚削ってバーンダメージを稼ぐとか、あと単純にこいつが炎属性なんで、これ出るじゃないですか。でこれももちろん炎だからこれ出るんですけど、やっぱねなんだかんだこのサブマリンロイドっていうこの潜水艦すごい強いんですよ。このメガロイドシティってロイドのモンスターがその戦闘を行う、ダメージ計算値デッキからロイドを送るとその攻守逆転するよっていう効果を持ってるんですよ。だからこいつってダイレクトアタックができるんですけど、これのダイレクトアタックが1800になるんですよね。ダメージがこれえぐくらいですか。1800ダイレクトアタックってリンクスめちゃくちゃ強いから、で闇のゲームと合わさったらもうなんかそれだけでもう2000以上のダメージが1回で稼げるっていうね、めちゃくちゃ強い。でまあこれプラス、まあ、防御札は、まあ、罠とかあってもいいと思うんだけど、まあ、底なしとか、まあ、カナディアとかそういうのあってもいいと思うんだけど、まあ別にクリボールとかでいいかなと思って、まあどうせライフ守れればいいから、まあ一番強いのはこれだよね、カイドロイドっていう、まあ、これがあるから、まあまあこの辺の、まあ、5枚の防御札で守りながら、相手の攻撃をいなし、ダメージを自分だけは受けないようにプレイングし、で最終的にプルカスになるっていう、ね、そういうデッキとなっております。結構強いです、結構強い。まあデュエルキング程度になったら余裕でなれる多分ね。はい、というわけで本日も嫌がらせしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方はボンデッドキース選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。気持ちいいぜ。ターン終了。気持ちよくなかったわ。あんまり気持ちよくはない程度だ。あんまり気持ちよくないんだけども、まあ不意のゴミソキいいよ。サンダードラゴンかな。サンダードラゴンですね。オッケー。まあカイトあるんで死にはしませんね、多分ね。カイトロイドある時の安定感はやばい。ライフ安定感っていうか、まあライフを、あ、まあ大丈夫かっていう安心感か。やばい。さあ7進行か。ディストロイ。オッケー。ディストロイサンダーオッケー。で、ライデンコーか。ライチョ。もしくはライゴ。ライジュー、オーケー。ライジューの方ね。で、ライチョも持ってる。ライチョ、やばい、これ3体並ぶか。3体並ぶ、あー、先にシンクロするやつ。なるほど。ライゴーではなく、普通にシンクロしていく。で、8シンクロ。なるほど。何が入ってるんでしょうか。まあ、スクラップドラゴンかなんかですかね。ダークエンドの方か。なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。セットバトル。ぶん投げられて、カイトロイドぶん投げていく。おい、で、おい、はい、オッケー。カイトロイドとかいうクソモンスター楽しいで、自分だけ墓地出る場合、あ、来た。最強カード来た、最強カード来たぞ。召喚師アレイスターを召喚、召喚師アレイスターの効果を発動。召喚師アレイスターの効果によって召喚枚数を手札に加えるぜ。そして、
メガロイドシティを発動。メガロイドシティの効果、召喚士アレイスターを破壊し、これは水属性モンスターしか持ってこれないか。まあでもとりあえず水属性持ってきて呼吸立てとけばいいんじゃないかな。呼吸トス立てる説あるな、これ普通に。こうしてこうしてで自分の、アレイスターと自分の潜水艦ですね、で潜水艦こうしてこうじゃないですか。これさ、雷合流いてもさ、ボールあるし突破できんだろ、そんな簡単には。そんな簡単には突破できんはず。あとは炎属性引くの待てばいいだけですかね、こっちは。ロイドの炎属性のやつ多分入れてもいいかなとは思うんですけど、まあなくても炎属性は別にね、いらないかなと思ってるんだよね、俺、個人的には。で、雷獣 OK。雷獣 OK。で、雷獣で、取り回収かな、はいはい、OK。多分なくてもいいかなと思ってて、で、雷鳥効果。あ、もう雷鳥使うんだ。雷号出さんの、雷号出さなくて大丈夫。あ、あー、なるほど。それ突破できんくね、その盤面。その盤面突破できんくねえか。バトルフェイズいいよ。え、突破できんの、え、なにこれ。怖い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 、なにこれ。怖い、ないよ。なに、怖いよ。なに、なに、雷剣、それ29しかなんだよね。どういうこと、ちょ、わからんって、わかんねえ、なにこのプレイング、ちょ、わからん、わかんない、これどういうこと、ちょ、わかんねえ、なんだよこれ、怖えからやめろって。ミスマッチかな、相手のミスマッチかもしんないな。でもこれさ、盤面ロックされたんじゃないのこれ。 だからこれあとさ、俺ターンエンドしてれば勝ちないのこれこれ俺ターンエンドしてれば勝ちないの。あとでラバゴ引くかなんかして、残りのライフ削ればじゃあ、これこっちじゃね、これ潜水艦でいいんじゃない、これ。だから潜水艦で、あとはなんかひたすらになんか無限になんか殴り続ければ勝ちないね、これ。出せねえか。ターン終了でいいんじゃないか、これは普通に。だってこれさ、でも雷剣もう一枚入ってればあれか、一応できるのか。なるほどね、そういうやつね、そういうやつ。まあいいや、別にそんな簡単に引けないでしょ、そんな簡単には引けないはず。で、闇のゲーム、まあそうだよね、盤面ロックされてるから闇のゲームされていく。だからあとはさ、潜水艦出して、潜水艦出して、で何のチェーンもないんですよこれ。だからこれ殴っていいんですよ。で、メガロイドシティの効果発動して、で、カイトロイド墓地送って1800ダメージをバーッと入れて、で守備にしてえ、大丈夫ですか、サンダードラゴンさん、なんか下手くそじゃない、大丈夫これ。サンダードラゴン回せてない説、これだってさ、これもう無理だろ、これだって。あと2ターンぐらい俺耐えればもうこれ勝ちでしょ、これ。ボールあるし、カイトロイドあるし、バトルフェイズいいよ、どうぞ、それ全然いいよ、も全く問題ない、全く問題ない闇のゲーム で500ダメージ、あと300ドロー。あ、最強カード来た、最強カード1枚セット、ターン終了でいいんじゃないですかねえ、大丈夫、大丈夫な、そんな音して、いいよ、2級無限に突破できなくて終わりじゃないこれ、ここ終わりってやつでは、終わりってやつでは、あ、ないで、あ、なるほどね、あ、先使ってダメージを抑えるやん。いや、闇のゲームなんだよな、ふわー気持ちいいぜ俺基本的に何もしないんだが、この対戦。さあ、お相手の方、カイバー社長、よろしくお願いします。デュエルスタンバイだ、カイバー。メガロイドシティの効果を発動、そしてカードを1枚セットし、メガロイドシティの効果、ウォームアームを、あ、でもこれ太鼓落ちたらやばいか、太鼓落ちたら若干めんどくせえか、これ。太鼓落ちたら結構めんどくせえ、前書いてるだろうがいいか、別に。太鼓落ちた、あっぶねえ、あっぶねえ、よかった。ちょ、今やるのはちょっとまだ早かったな、多分。ウォームアーム、太鼓落ちたらめんどくせえもん、普通に。光のレード、はい、オッケー。光のレードを今のやんないほうがいいな、基本的には。あー、オッケー。これ墓地効果止めてくんの結構きついんだな、墓地効果止めは結構きついが、
いや、なんでかっていうと回答の2回目の方が無効されるんで、ちょっとめんどくさいんですよね。それシンクロするかどうか、シンクロして、あ、オルタラになる、なるほど、モンスターいないけどオルタラになっていく。まあでも別になんかこのメガロドシティは破壊されても別にそんなに痛くないかなっていう気はしますね。ドラッグオンバーミリオンでもいいし、ちょっとねスピリットが若干めんどくさいけど、スピリットドラゴンが早くあれだよね、ゲッカリー欲しいよね。そしてやっぱスピリットある以上、やっぱゲッカリーブラックローター結構欲しい。バトルオッケー、2500、まあそれさすがに闇のゲームは自分のライフは守らないといけないですよ、基本的に。だからね、あのね、こういうのはもうガンガン使っていい。ボールとかあったらボール投げる。ここはアレイスターオッケー、アレイスターオッケー、アレイスターか、アレイスターね、なるほど、アレイスターか。ボール、これはこっちですね。で殴りに行きましょうか。殴りいって1800ダメージ入れましょう。削っとくことは大事、多分書いてると2枚あるからさすがに大丈夫だと思う。でメガロドシティで、で1800ダメージをぶち込んでいく。でこうしてこう、これね、あのね、潜水艦3枚入れるのは結構ありだと思うね。あの潜水艦3枚入れとくと、まあ、一応相手が甘えてた場合、そのメガロイドシティの効果で、あの潜水艦のダイレクトが2回決まるパターンあるんで、それ強いんですよね。2回決まるのすごい強いんですよ。要はもう3600、3600あの削れるんで結構強いんですよね。だそれはさてありだと思います。だからデッキ多分構築変えるとしたら、やっぱその潜水艦2枚入れてって感じかな。それが一番強いと思うと、多分ね。あ、2枚じゃない、3枚か。3枚入れて、で、なんか、サンダーブレイクか。なるほど。サンブレイよ。サンブレはオッケー。で、ぶん投げられていくのは、カイトロイドまずぶん投げて、ここでぶん投げて、で、これぶん投げて、で闇のゲームで、あ、残り800、オッケー、次耐えればいいんでしょ。次のターン、俺耐えればいいんでしょ。召喚し、アレイスター召喚して、アレイスター効果発動。ここでチェーンあるのか。これなんだろうな。まあ、天罰とかサンダーブレイクじゃないので、まあ、カナディアとかエネコンとかメグルとかそういう系のカードなのかな。メガロイドシティの効果。アレイスターをぶち壊して、シティ持ってきて圧縮しながら、召喚魔術の効果を使っておいていいんじゃないかな。召喚魔術発動。これはプルガだとちょっとめんどくさいこと起きそうなんで、コッキリじゃないですかね。プルガ出して、あの癖がなんかめんどくさいやつだと、ちょっとそれはそれでキル取れなくて、なんかこっちがライフ削られるパターンもしかしたらあるかもしれないから、こうして無限の最強の壁を作っといて、で、これ反射ダメージを食らっても死ぬし、反射ダメージ食らってもあいつ死ぬし、あれですね、あの闇のゲームでも死ぬしっていう、罪っていうやつじゃないですか、これ。ターン終了。あ、やっぱなんか対象取るカードだね。なんか、エネコンとか、カナディアとか、なんじゃない、メグルとか。銀竜効果、いいよ。これ反射ダメージきついっしょ。3900になるからね、ゴキフトスは。突破できないのではないでしょうか。海馬、お、海馬大丈夫か。お、あ、でも700ダメージに抑えやがった、あいつ700ダメージの抑えやがった。めんどくせえことすんじゃねえよ。あ、最強カード来た。最強カード、これいらねえな、もうなんかいざーい、これいらなくねえ、これ3積みしなかったらこれいらないまであんねん。闇のゲームで300ダメージ、ライフ回復でもしたらどうだ、海馬。どうした、カイバー。このデッキ結構強いんだわ。さあ、お相手の方、なるふじしょう、よろしくお願いします。デュエル3倍ポケモン、はいはい、もう修正されるけどね、このポケモン。これどういう風に修正されるかわかんないですけどね。あ、でもこれ強いな、これは強い。レジェクションはデッキから、剣闘銃が特殊召喚に成功すると、違う剣闘銃をね、あ、サジタリも入ってる。強いね。
これソシタリーは、検討捨てて2ドロー、検討捨てて2ドロー、検討カード捨てて2ドローで、ウェスパシャスか、オッケー、これね、これ勝ちやんだね。で、スレイブタイガー、オッケースレイブタイガーでこうして、なるほどなるほどなるほど、オッケー、これあれなんですわ、あダリウス、なるほど、ダリウスは墓地の検討を特殊感で、さっきのこ の魔法カードはデッキから検討が出てくると違う検討をデッキが出せるっていうカードなんですよ。結構強いんですけどこれ。あ、3対5だ。ベスパシアス、ドミティアノス、あ、ドミティアノスは結構やべえな。ドミティアノスは結構やばい。初手ドミティアノス結構強いなこれ。初手ドミティアノス、それは強いぞ。それはシンプルに強い、それはシンプルに強いが、まあ、ちょっと一旦ここは破壊して、さすがに1回カイトかな。カイト1回止められるのきついな。カイト1回止められるのきついな。でウォームワームどうすか、まあ、止めるよね、多分止めるよね。ドミティアノスこれノーコスト、ノーコスト、ノーコスト、毎ターンにターンに1回天罰なんですよね。ノーコスト天罰が毎ターン飛んでくるんですよ1回。え、このセルカボおじさん結構強いんだけど、これやばいかもしんない。これモンスター効果結構使うんだよこのデッキ、やばい。セルカボおじさんめっちゃ強いかもしんない、これやばい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 、バトルフェイズやばい。それは一回ぶん投げしかないか、ぶん投げていく。これドミティで止めるかな、止めないか、ドミティで止めない、なるほど。でこれはドミティアノス使うかどうかで、あ、止めない、コメない、なるほど、コメないんだ、へえ、コメないパターン、コメ2、コメねえのか。まあでもこれ両方ともバトルしたことになりますよね。で、誰か、あのイチゴか、イチゴ出てくるか、イチゴでメガロイド破壊か、メガロイドシティ破壊は別にいいか、そんなに痛くはない。これ何だったら勝てるんだ、これ結構やべえぞ、これ結構やべえ。ドミティアノスガチで強い、やばいかもしんない、ちょっと何もできないドミティアノス最強かよ、ふざけんなよ、やばすぎるだろこのカード、このカードやばすぎるだろ。いやちょっと3500でさ、毎ターン無効にしてるのやばいんだよな。なんとかしてボール通すしかねえか、なんとかしてボール通すしかねえ。で買い取るでぶん投げて、これ止める、これ止めない。でボール投げる、これは止めるか、でもさすがにこれ止めるか。いやーこいつ強っ、セルカボおじさんクソ強い、やばい。でもアレイスター、アレイスターが来ればワンチャンのか、アレイスターが来ればワンチャンス、あの、あ、強強い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 強っ、強すぎ強すぎ強すぎなんだけど。アレイスター来た、アレイスター来たか、アレイスター来たか、アレイスター来たか、セットでメガロイドシティ発動してシティ効果、アレイスター割ってで、まあ潜水艦持ってきてで召喚魔術して、んー、でもこれアレイスター止められんだよな、アレイスター止められんだよな、アレイスター止められんだよな。あ、でもこれワンチャンスあるか、こうして融合するんじゃないですか、プルガトリを出すじゃないですか。で、あ、3300あるのね、 OK、これワンチャンスあるんじゃない、勝ちじゃないこれ。これさ、アレイスター使わんくてもさ、これ2体投げれば勝ちじゃないの、これ来たわ、これ神ゲーだ、神ゲーだ、神だ。え、ドミティアンス何、え、ちょっと待って、そんな方があったっけ。このカードがモンスター上に存在する限り相手モンスターの攻撃対象を自分が選択する、やばい、や、忘れてた、強すぎ、やばい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 、強すぎ、うわこのセルカボおじさん強すぎだろ、どうなってんだよ、
全に忘れてたわ。勝ったと思った今。えちょドミティアノス強すぎ、なんでよこいつ、やべえだろこいつ、言ってることおかしいよこいつ。